状態はやばい。気をつけろ。ラド、戦闘開始。ラド、好き勝手しやがって。今では微重ですが、俺の意のままに動く人間は。ふざけやがって。貴様の感情がある。ああいう扱いをされるのを見るとさすがに腹立つ。待ってたぜ、渦巻ナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここはどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。ああ、こいつっては俺を食ったヨンビ。落ち着け、ソン。ナルトよ、こいつをヨンビと呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え、あ、はあ、そうか、名前があったんだな。その、
ごめん。お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、元々の純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマって？キュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの？そうっす、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め、存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて、人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんて言うあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だぜ。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。私は任意ユギト、そしてこいつはまたたび。俺は元四代目水影のヤグラ、下のはイソブってんだ。老子とソンダ、ハンという。美獣の名は国王だね。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。ありがとな。みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。うん、いい加減に離れやがれ。ナルト、さてそろそろいただくか、キュービー。何？クラマが食った。渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ、でも飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、
知らねえんだな。へ教えてやんない。よっ。言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。
だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。させてみろ。行動で示し、証明しろ。それがお前だろ。ここまで戦えたことは素直に褒めてやる。だがいくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで堅くなに抗う。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん、人中力のみんなと美人たち、つんであいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のザレ事には付き合ってられん。あれはヤバいぞ。どうする。ナルト、
お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろ。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろう。わかってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさかまたチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな、また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい。もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間、待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。ヒロコ先生の本心では俺のこと認めてねえんだ。化け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。一途で、そのくせ不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう人の心の苦しみを知っている。化け狐じゃない、あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ、おめえはこの葉隠れの俺とコンビのフラマだ。どこ？さあ行こうぜ。だが遅い。消えろ。
様。行くぜ、クラマ！